札幌のすすきの頭部切断事件、大変なことになっています。精神科医の父親の関与がありました。首を切られた62歳の女装の男が異常なストーカー行為をしていたと言われています。精神科医の和田秀樹先生に伺います。まあ多分この医者は真面目な医者だから、もう被害者の方は一生苦しむのに警察はちゃんと動かない、で自分のまあストーカー行為をされたこともなんか警察に相談に行ってないとかっていう話ですけど、ストーカー行為なんて相談に警察に行ったところで相談乗ってくれないというか、精神科医だから知ってるんですよ。だから精神科医なのにやったんじゃなくて、精神科医だから日本の警察がいかにちゃんと性犯罪やストーカー被害に対して真面目に取り合わないかを知り、もうやっぱり自分たちで試験にするしかないよねと、思いますよ。まあ罪は覚悟の上だと思いますよ。ずっと玄関の前で立って見張っていたと、いうことのようなんです。私の娘が性被害を受けた場合にですね、同じようなことをしてしまった危険があると、なぜかというと日本の警察ははっきり、で性加害に関して真面目に働いてません。ご存知かもしれませんけども、なんとですね、性加害を受けた人が警察で被害届を受理してもらってもですよ、なんと起訴率は3割です。7割は不起訴になる。だから犯罪捜査なんかに金と人を回すんだったら、で一時停止違反だから僕はビには、だからあんな暑い中ずっと一日中3人立ってるわけですよ、それで人と金を割いて、金儲けをするために人を割いて、その代わり犯罪捜査が手薄になってる、いう状況で、レイプ事件なんかもなるべく捜査をしたくないから、ほとんど、まあ、加害者もしくはその親に金がある場合は示談で済ませようとする。あれですよね、ミスター慶応と言われてる男の子は親が金持ちだから6回くらい逮捕されてるのに全部不起訴ですからね、これがこの国の治安なんですよ。木原の嫁の事件では、露木警察庁長官が自殺だから捜査はしないとなぜか断言している。変ですよね。今の露木っていう警察庁長官がですね、ある、まあ、国会議員の奥さんがどうも殺人事件に関わってるかもしれないという報道がなっているのは、この露木という警察庁長官がそんなに証拠書類を十分読む時間がないうちに、これは事件性がないってピュッと言っちゃうわけですよ。警察の公安部には疑いの目が向けられてます。外国人の取り締まりや、それに関連した嘘の捏造。共産党に対する異常な批判の言論も、暇な警察、公安部を生き延びさせる、やらせだとみんな言ってますもんね。和田秀樹先生のお話、これからも注目です。Thank you.